まといパイセンいくぜ。おうチェンソーセットレッツゴーオン着想。みんなこんにちは。はい、ということで本日もやってまいりました古原靖久 TV よはい、ということでですね、今回もレジェンドコラボ会でございます。今日ですね、来ていただいているゲストのレジェンドはこちらのお方、ゴーレッド辰巳まとい役の西岡隆一郎さんです。よろしくお願いします。西岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まとい兄さん。いやなんかね、ちょっとレジェンドって言われるとなんかすごいもう恥ずかしいいやでも僕たちからするともうレジェンド枠なんですよ。いや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 、まあ年齢的にはねもう、はい、おじいさんレベルかもしれないけど、ちなみにだって1999年の時ですよね、はい、ってことは今から24年前24年前ですよね、はい、実はでも僕からするとまとい兄さん、それこそ龍さんっていうのは結構縁が深いというか、うん、要は龍さんは全然僕のことを知らないんですけれども、僕自身はずっとゴーオンレッドなんだけど、ゴーレッドってよく間違えられてたんですよ。ゴーオンまで一緒だからね。そうで、ひかささんはそのたびにいやゴーオンレッドでゴーレッドは他にいるからみたいなこと言うわけですよゴーレッドってなんだろうって見たときにまといパイセンが出てくるわけじゃないですか。555っていうのがあったんだと。そう、でそこで初めてその555のそのレッドがゴーレッドってことを知って、僕はだから勝手に親近感がめちゃめちゃあったんですよ。いやだから俺もゴーオンじゃが出た時にゴーオンレッドって書いてあって、あ俺かなっていうふうに思う時が何回かあったあ本当ですか。あ違うんだ違うんだゴーオンジャーなんだみたいな。あとは豪快レッドもね。あ豪快レッドもそうですね。ゴーってつくとなんかちょっと気になっちゃう。確かにそうですね、ゴーのね元祖ですから。そう、あと名前で言うとアバレンジャーのアバレットの西光一郎君が漢字が西とローが一緒だから漢字で出ると西岡隆一郎みたいな、あ俺じゃない、あこれ西君かみたいな、すごい似てるじゃんみたいな。確かね、西光一郎。そう、西とローが全く同じ漢字だ。一も一緒じゃないですか。そう、一も一緒だ。西一郎。そう、西一郎君や岡かそう高か龍かみたいな、そこが変われば俺になっちゃうみたいな。龍さんちなみに今ってバイク屋さんのオーナーさんそうやられてますよね。そうなんですよ、東京と横浜にバイクショップのカスタムショップだったり、まあ、整備工場だったりっていうのを持ってて、はい、そこで代表をやってます。なんかそれこそ戦隊の役者さんとかって昔それこそバイク乗ってる人とかめちゃめちゃ多いイメージあったりするんですけど、それこそ龍さんのとことかで、うん、その買ったバイク乗ってる人とかっているんですか。いますよ。いるんだ。もちろんいますよ。公言してる人はいないですか。ちなみに龍さんのところで買って乗ってるよみたいな人はもしいたら教えてほしい。でもだから僕の前の戦隊の銀河マン、銀河レッド、龍馬がうちでバイク買ってくれて、でまあ僕らも2人ともすごく仲がいいのでいつも2人でツーリング行ったりとか。すげえ、レッド同士めっちゃ仲いいですね。もうプライベートで。いまだに友達ではあるけど憧れの先輩でもある。そうなんだ、めっちゃいい関係ですねそれね。そうですね。あとはガオレットの金子昇も仲いいですし。あ、そうなんですか。ガオレットと銀河レットももともと知り合いで、僕とまあ銀河マン、こことここ、こことここが仲良くてよく3人で会ったりとか。まあなかなか最近忙しいんで彼もあれなんですけど、うわすごい赤のネットワークがすごいですね。そうだけどこれ面白いのが、これ古原君もそうなんだけど、みんな G レッドなの。ゴーレッド、銀河レッド、ガオレッド。ほんとだ、ゴーオンレッド。ほんとだすげえ。でなかなかね、みんなだから G レッドって結構 G の系譜なんですよ僕たち。あそう G の系譜なのだからあとは豪快レッド、豪快レッドだし、意外とだからね、すごいですね、レアな G が仲いいっていう。わすごいですね。 G レッドは仲良くなりがちっていう。いや嬉しいです、その G の系譜に入れていただいてありがとうございます。はい、じゃあそんな中でちょっと辰巳まとい役のですね、まあちょっとゴーレッドの龍さんにですねいろいろとちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、そもそもこれ555にその決まった経緯ってどういうふうに決まってったんですか。それもちろんオーディションだと思うんですけれども、事務所に所属してて、オーディションに行ってきてって言われて書類が通って一次審査、まず東映の本社でやって、二次審査それも東映の本社でやって、で3次から撮影所でやったの。はいはい、そうですね。そう、はいはい、で撮影所に行って3時4時で、その間になんかこう各色分けみたいな感じになって、まあ、レッドだったらレッド10人とか、はいはい、なんかそういう感じに分かれて、はい、レッド10人多いっすね。そう別々の部屋に行って、はい、でそっからまた何人か絞られて、最後レッド2人、はい、ブルー2人みたいな、はい、そういう感じのなってて、それきついな。結構きつい。もう隣の人とどっちかが受かるみたいな感じの時に俺帰ったの。え、帰ったんですか？途中で。え、そのもう最後の最後バランス見たいみたいな、うん、カメラの前に立ってくださいみたいな時に、うん、もう時間がっつって、帰ったんすか？帰ったの。そんなことあります？ありえないでしょ。だから俺も、もう当然落ちたと思って、どこにゴーしてんだって話ですけど。そうだってまあ帰っちゃいけないじゃない、オーディション中なんだからだけどちょうどその時同じ時期に NHK の大河が決まってて、大河決まったんですか？でも大河ね、その日リハだったんだけど時間がもう夕方になっちゃって間に合わなくて、渋谷の NHK のスタジオ行かなきゃいけないってなって、すいませんちょっともうどうしてももうこの時間出ないと間に合わなくなっちゃうんでって言って、すいませんっつって先帰った。え、ちょっと待ってください。え、先帰ったのに受かったってことですか？じゃあそう。マジっすか？すごっ。初めての顔合わせの時に俺1時間半遅刻してったんだけど、いやなんでですかそれは。またいや受かってないと思ってて、ファックス見てなくて、その何日か後に呼ばれてたんだけど、それ知らなくて、で行ったらもっと遅刻してたやつがいたの。え、誰ですか？谷口正志。今ハモりました。なんとなくそんな感じが。で正志は2時間半遅刻してきたのかな。で俺は1時間半遅刻。でもなんかその集まってる部屋に、まあ当時ね、もうブルーいない、俺とピンクとグリーンとイエローのしばちゃんと淳とモニカ4人集まった時に、なんか3人がごそごそ言ってるわけ。あれこの人最終のオーディションにいなかったよねみたいな。ああなるほど、そうか、途中で帰ってるから。そうあれみたいな感じ、なんかちょっとおかしいぞみたいな。本当はレッド役の人別の人だったよねみたいな。でも直接俺には言えないし、そうですよね、ゴニョゴニョみたいな、言えないですよね、なってて。後から聞いた話、その当時のメイン監督やってたコナック監督に、なんで僕途中でオーディション帰ったのに受かったんですかって聞いたら、いやもう実は最初から西岡君にしたかったけど、最後までいないと落とさなきゃいけないっていうのがあったから帰らないでくれって言ったんだよっていう。なるほど。だけど、まあ、それでもうこの監督がもう西岡君がいいからって言って受からしてくれた。いやすごい。そうなんですよ、最後までいないと受からないっつって、結局いなくなっても受かっちゃったっていう。いやでもね、その時そのもう一人のレッド役だった人が、ジャックの武智さんって、アクション俳優のね武智さんっていう人で、みんなは武智さんがレッドだと思ってた、他の4人は。なのに急に俺が来たから誰みたいな、帰った人が来て。そうだけど武智さんは出てくれて、その時いやもうね、実はもう西岡君だと思ってたんだよとかの言ってくれて。うわーすごいな。すいませんみたいな。いやでも正直まとい役めちゃめちゃ合ってましたよね、龍さんに。いやーでもね、頑張って寄せたよ。いやいやすごかった。やっぱね、すごい熱血感でザ・レッドじゃないですか、まといって。で一番長男でザ・レッドで熱いんだけれども、やっぱり現場では冷静で、現場って言わないですか、現状って言ってません、ずっと。そう現状、ね、消防の方で言う時のその火災現場とかが現状出場とかっていうふうに言うらしいので、そうなんですね。だからそこはリアルになんとか情報みたいなですよね。ずっと現状って言ってましたもんね。そうそうそうで、そのまあ僕は現場っても言っちゃうんですけど、現場ではやっぱりそのすごい冷静な判断したりとかして、で他のね、例えば黄色のそのダイモンとかがたまたまって言った時に、たまたまじゃ済まねえんだよっつって、そうまあ一人のうちは1回しかないみたいなことをね、よく見てるね、言ったりとかして、すっごい怒ったりとか、やっぱすごいだから熱血感のそのレッドとしてはやっぱ王道だったし、的いっぱい戦がすごいやっぱ龍さんにめちゃめちゃ合ってたと思いますしね。そうだからいわゆるなんかレッドってみんなに助けられて強くなっていくサクセスストーリーみたいなのが、そのまあ戦隊のその5人の仲間感みたいなのがまあ通説だったんだけど、その1人がむしゃらに引っ張っていく最強のレッドみたいなのを演じてほしいって言われたので、まあ要するにそこやってちょっとわがままなんだけど、でもあの人についていけばもしかしたらなんとかなるかもみたいな、よりどころになるようなレッドになってほしいって言われて。いやめちゃめちゃそんなレッドだったし、なんかやっぱ僕もその宗介もすごい熱いキャラではあるんですけれども、うん、僕はどっちかというとみんなに支えられるタイプのレッド、うん、もうまといはザ自分が引っ張っていく、うん、で最後の方とかも自分がいない時とかはみんながお兄ちゃんのことを思い出して、ね、まとい兄ちゃんだったらこういう時どうするんだって言ったら気合いだーっつってみんなで気合いだーって言って頑張るところとか何でも気合いで乗り越えようとするそうあのレッドがめちゃくちゃ似合ってました。気合いだっていう言葉もアドリブなんだよね。あ、アドリブなんですか。そう最初の頃に力を出す言葉を言ってみてくれって言われて、うん、気合いだって言ったのが、うん、もう台本にそれこそ小林靖子さんとか竹上さんとかもうそうそうたる脚本陣の人たちが俺のそのアドリブを拾ってくれて「気合いだ気合いだ」って書いてくれるようになって。そうなんですか。俺もそんなに伸びると思わなくてそんななんか1回だけのつもりの気合いだがなんかあんなに最後まで引っ張るとは思わなくて。まといのその人物像って今のテレビで流せないぐらいパワハラ全開なんだよね。確かに兄弟頭バンバン叩いたりしごいたり。なんかでもそんな中にも頼れるっていうよりどころ的な強さがあるっていうのが良かったんだけど、今のやっぱりその社会情勢とか、まあテレビの感じで言うとちょっとあのキャラは今はちょっとマッチしないのかなとは思うけど、まあでもあの熱さって古き良きな部分がちょっとやっぱありますよね。そうですね。ギリギリの時代だったのかな1999年っていうところもあり。ああそうか、うん、だから移り変わっていく。まだそのパワハラっていう言葉がなかったじゃない。なかったね当時。ないですよねパワハラなんて。ありました。そうセクハラぐらいはちょっとあったかもしれないけどパワーハラスメントっていうのはそうなかったかもしれないね。あそうなんですか、うん、そもそもがその兄弟のお話なんですよね。敵も味方も、うんそうで味方は、まとい兄ちゃんがやっぱ一番上であと4人の兄弟が控えててで戦隊には珍しく追加戦士がいないっていうのが結構特徴的にはあって、うん、であとは555の特徴としてはこう面が透けるっていう演出が結構たくさんあったりとかして、うん、面から透けてるでここ光って赤に光ったりピンクに光ったりとかあったじゃないですか。あれめちゃくちゃかっこいいですね。あれはメイン監督の小中さんが、うん、まあ一番最初にゴーレットの面を見せてくれた時に、はい、これどう思うって言われて、どう思うって聞かれる。どう思うって言われて、いや、わかりません。いいんじゃないでしょうか。って言ったら、監督がこれだとまといの熱い気持ちがお面越しに伝わってこないだろう。唇もないんだよ。当時ね、やっぱりそのギンガマンとか口があったりとかして、目があったりとかして、その面で物語るみたいなのが取れるんだけど。これは取れないだろってなってどうしたらいいんですかみたいな。確かにだから俺はこの面を透かせようと思うんだよ。おお小中さんの意見なんだ。そうパイロット取る前ね。でって言ってまだ顔合わせぐらいの時に顔が透けるってことは僕たち中に入るってことですかみたいな。アクションできるって言われて、はい、いや自信ないですみたいな。なるほど。でまあでもそこからやっぱりこう面が透けるっていう風な設定になって。あの面もね3回ぐらい作り直してると思う。そうだったんだ。最初はやっぱり濃くしすぎて見えないとか、はい、あとは透明すぎてライトが反射するとかなんかねいろいろ大変だったみたいね。試行錯誤してで一番大変だったのが俺たち面が透けるんだけど寄りなわけ、はい、撮影って基本的に顔の寄りだから、はい、このカットなんですよ。でこのカットの状態の時にアフレコするこっちがアフレコだから。はい登録じゃないから声を当てられないの。何喋ってるか分かんない。口は見えないし目はあれだし。でもその高山さんとかがレッドを演じてくれてる時はこういう首の動きで当てられるんだけど確かにずっと寄りだから首も動かない動かせないでピンスポットをここに目に当ててるからもう目の位置動かすなって言われててそれですっごく大変で。もう当てられないね声どういうふうにセリフ言ってるか分かんないねって言って、はい、当時テープレコーダーを自分で持って録音しながら声のタイミング聞いてでもそれでも当てられないの。目が動かないからでしかも編集もできない難しい。うわきつい。でこれが俺たちがすごく練習したのが化粧前の前で全員でこうやって台本庭持ちじゃん、はい、だから1話2話の台本をこうやって持って目だけでこうやって芝居するっていう練習をめちゃくちゃして、で目の動きでこう目線を動かすとか眉毛を動かすとか鼻を動かすとかで喋ってる内容が分かるようにっていう目の芝居っていうのをめちゃくちゃ練習した。いや確かに動かないと結構きついですよね。だから前半は本当に目が動かないんだけど、後半を見てくれるとちゃんと目で芝居ができるようになってきててそれでアフレコができるようになったっていうやってましたね。だしやっぱ目の動きってこれちょっと動かすだけで意味持つじゃないですか。そうだから下手に動かせないし、でも動いてないとアフレコできないしみたいな。大変ですね。そう、あと大変だったことっていうと、はい、俺たちがいつ寄りがあるかわからない、だから、そのアクション日に常に俺たち行ってた、えそうなんですか。そうずっとだからレッドのスーツを着て、お目を持ってずっと現場にいる。マジっすか。年間俺だけだけど8日間しか休みがなかった。いやばー、すげえ。そりゃタイガー縫えないよねみたいな。縫えるわけない。そもそも最初タイガーで縫えるって話だったんですよね。縫えるね、週に3日ぐらいです高校5が縫えるわけがない、レッドなのに。で結局俺のタイガー出てる役は前半俺がやってた10何話ぐらいまでは俺出てたんだけど、途中から違う人に変わってた。だから結構本当に現場に板付きでいることが多くて、本当に現場を休むってことがなかった。なるほどね。別班でも行ってたから、本当こっちの現場こっちの現場とか。うわきつー。でも良かったこともあった。なんですか？それはやっぱりそのゴーレットを演じる高岩さんと一緒に過ごす時間が長かったから、やっぱりすごく役作りに関しての意見交換ができたりとか、この時の返信後の気持ちはこんな感じでしたとか、そういうコミュニケーションすごく取れて。それはだから他の戦隊にはないことだって高山さんも言ってて、確かにすごく竜斗はやりやすかったって言ってくれて、すごいそれは良かったことかなと。だから本当に若い時だったから、まあ、23ぐらいの時かな、育ててもらったっていう感じはある。いやありますよね、それはすごい。だってこの間のひかつさんってもうお父さんみたいな感覚ですよね。だからね、ああもうまあお父さんって言ったら失礼だけど、やっぱり本当にいろんなことを教えてもらったし、やっぱり社会人として成長できた1年間だったなと思いますね。僕たちもひかつさんのことお父さんだと思ってます。お父さんっつっても戦隊の父みたいな。そうね。でまあお父さんと言ったらですね、それこそ555のこのお父さんがもうめちゃめちゃ自由奔放というか、もっとも最初ね10年くらい家出てって蒸発してた。そういきなり帰ってきて、でマトイたちってそもそも一般人で、最初それこそレスキューの仕事してたりだとか、祭りとかは救命士の仕事、救命士の仕事してたりとか、今日はパイロットとかいろいろやってたりとかしてたんだけど、その要はみんなの職場に勝手に退職願を出して555にするんですよ。これやばいですよね。だからお前たちは今日から555だ。そうそうそう、父さんみたいな。でショーとかがめっちゃ怒るんですよ。10年間も勝手にあげてて何勝手なこと言ってんだよみたいな。ほんとその通りだよね。そうですよね。なかなか自由なねお父さんで、マイク・マキさんがねやられたりとか、マイク・マキさんがね、まあやっぱりマイク・マキさんも人間性がそういう人だから、自由人だからもう本当に尊敬してるけど、やっぱりちょっとマイクさんの素顔が見れるというね。いやそうですよね。だからそういった意味で言うと、ほらマトイパイセンが初めて負けた男のタイトルで、マトイが負けた男、そうマトイが負けた男で工藤先輩出てくるじゃないですか。出てきた。工藤さんがマイク・マキさんに向かって言うセリフが、俺これアドリブだったんじゃないかなと思うのが1個あって、なんか遊び尽くした顔をしてるねみたいな、もうなんかそういうことを言ってるんですよ。いや多分ねあれはアドリブだと思う。アドリブですよね。なんかマイク・マキさんとかもめちゃめちゃいい演技で、もうなんかもうほんと泣けるね、そのすごい兄弟思いだったりとかするし、最初とかは結構破天荒なお父さんだったりとかするんだけど、大門と流れの関係性っていうのと、また大門と流れと父さんの関係性っていうのと、俺と父さんの関係性っていうのも全員違うんですね。全員違いますね。あれってやっぱり役柄を形成する上で、役作りで話し合ったの。だから兄弟みんなお兄さんたちの呼び方が違うとか、なるほど。そうみんなの例えば「大門」って呼ぶ呼び方とかもちょっと違うとかっていうのは、みんなでね結構その役作りはしてた。そうですね、ショーからするマトイ兄ちゃんと、やっぱそのね大門からする流れ、まあでもそこは一緒なのかな。ショーはねマトイ兄って呼んでたからね。マトイ兄か。そうで大門はマトイ兄さんで、流れは兄さん、全員違うみたいな。確かに確かに。でもあれですよね、どっちかって言ったらまといは分かりやすいですよね。だって一番上が長男だからみんなからするとまとい兄ちゃん絶対的兄貴じゃないですか。そうだね。だからみんなの中の流れからする翔とか、流れからする大門と大門からする翔とかちょっとそこは違うのかなって思うですよね。だからまとい兄さんに迫害されてるわけ、みんな。そうそうそう、いやこれ迫害を受けてるわけ。そうそう、わがままでね。そういうのって今なかなかできない演出。そうね、みんな平等にっていうのがね一番大事なところだから。やっぱでも長男が家長であり、長男がみんなを引っ張っていかなきゃいけないっていう、まあ古き良き日本の風習というか。正直その僕は一回谷口さんとその舞台ご一緒させてもらったりとかして、僕も本当に初舞台だったっていうのもあって、まあ今でも全然できないんですけれども、当時もっとできなくて、でもうまさしさんにめちゃめちゃなんだろうな、怒られながらというか、そのまさしさんでも怒ったりとかっていうのは超がっつりはしないんですよ。もう見てて怒ってるのが分かるみたいな、そういう感じなんです。ああみたいな、あこれまた俺がみたいな感じで。そうだからそれこそ同じ世代の人とかだったらどういう感じなんだろうなっていうのはやっぱありますね。めっちゃぶつかるんですか？ぶつかる。ぶつかるし、俺がね、相手役がうまくできてないとやっぱりフラストレーションためるだろうし、だから本当に撮影外でもよく芝居のことは話し合ったし、でも最初モデルやりたいって入ってきたのに全然違うじゃんみたいな。もう最後にはもう本当になんだろう、演劇マシーンみたいになってて、もうお芝居のことを一番熱く語るタイプだったね、まさしは。555の中でめちゃめちゃね、成長物語の中で一番伸びしろが、いやもう本当にすごい。多分それがきっかけでお芝居大好きになって、でそれでこそ今ね、三大ヒーロー制覇という確かに仮面ライダーにもなりね、仮面ライダーって2回ぐらいなってるでしょ、違うもの、はい、セーバーにも出てますし、ね、アマゾンズにも、ね、はい、ウルトラもねこれで変身して、なんかツイッター書いてありましたもんね。最後俺何に変身したらこの公式マークもらえるのかみたいなねえ、書いてやっぱすごいですよね。もうね、ケインさん以外はあんまいないんじゃないですか。でもそんなブルーが555のブルーだったっていうのは俺はすごく誇りに思ってるし、いまだにあってもやっぱ尊敬してる。いやそうですよね。だってもうあれから23、4年だけど関係値はやっぱずっと変わんないですよね。変わらない変わらない全然、ね、本当にこの間もあったけど全然本人も普通だし、若い頃は本当に朝まで飲むことが多かった。あでやっぱり泥酔して、でちょっと淳の家が、まあ、撮影所近かったから淳、はい、の家で寝て、そのままもうほんとちょっとした髪を取って現場に行くみたいなことが多くって、正直戦隊ものって走ったりするじゃない、たくさん。はいはい、だから走ってリバースしてる2人でリバースしてるカメラ脇2人でバーって抜けてって奥の方まで行ってリバースビニール袋用意してもらって、きつい。一番救急されなきゃいけない人じゃない。そうしたら結構そういうなんかはちゃめちゃなエピソードは多いね。いやでも僕たちもそうでしたけれども、結構みんな朝まで飲んでそのまま撮影行く人とか全然いましたよね。やっぱね、その役のことに関してだったり撮影のことに関してだったり、やっぱ話すことが多いのよ。そうですよね。あの時こうだったねとか、こうしたいねとか、次はこうやろうとかっていう話からお互いの演劇論がぶつかったりとかして、でこうしたいああしたいがわがままが出たりとかして、若いからで朝まで飲んじゃうみたいなのは結構多かった。でもまとい兄さんと流れはそのイメージあるけど、翔と大門と松井はそんなイメージあんまない。いやもう大門はもう結構ちゃんと付き合ってくれる。あ、そうなんですか。強いし。あ、でも大門さんってしかも年齢、そう、大門は俺と年齢が一緒で、で、まあ一番年下の役だけど、やっぱり、それなりにやっぱり演技論を持ってる。いや、弟とかめちゃめちゃ強かったですよ、正直。男4人であったらやっぱり結構熱く語っちゃう。ああ、なるほどね。まあ最後はもう泥酔だけど。これでじゃあもし6人目の戦士実際来てたらもっとやばかったですよね。だからね、その本当に俺たち5人が仲良かったの。まあ今でも仲いいんだけど、だからそこに6人目が後から入ってくるって結構大変だったんじゃないかなみたいな。いや入ってきづらいと思いますね。そうで、しかも俺たち血のつながった5人っていう設定だったから、そこに何かが入ってくるっていうのが難しくて、結局ロボが6人目の選手だったんだけど、やっぱりそれって俺たちの関係値も多分よく見ててくれたと思うし、その兄弟戦隊っていうのをより色濃く出すためにそういうのを設定にしてくれたのかなとは思う。いや6人目の戦士のね、そのタイトルのあれ出るときに「6人目の戦士」ってタイトルが出た時に京子先輩がこうやって出るから、ここに文字と一緒に「あえ京子先輩なるの?」みたいな演出なのに「ボーイ」っていうあ違うじゃんみたいな、ちょっと寂しかったけどね。あ逆にそう、誰が来るんだろう誰が来るんだろうみたいなところがあった。多分珍しい戦隊ですよね、追加戦士がそうやっていないって、一ついないっていうのはあんまり。そうかもしれないね。ですよね、うん、だしその京子先輩が一番最初に「あんたバカ!」ってショーに言うタイミングで、うんアスカじゃん、うん、だからすぐ分かる。あれああそうか、エヴァンゲリオン見てる人はね。俺その声優その宮川さんって知らなかったから、そのやってんの調べましたもんね。あれ今の声みたいな、アスカモノマネにしちゃ本物だな。いや待って、しかも赤い服着てアスカじゃん、もうソウリュアスカラングレーが出てきたみたいなですよね。そうなの。いやあの演出もちょっと面白かったですけどね、めちゃくちゃ。それこそ一番なんか思い出深いそのお話ってエピソードって何なんですか？これね、この現場やっていけるかなって思ったのが、はい、パイロット、工房ファイルってめっちゃあるんですよ。そうロボがね、この道具を使えつってね。そうそう、なんで最初から言わないんだよねそれね。そのクレーンに爆体つけてつられて俺もうね終わったと思う終わったと思いますやべえ現場入っちゃったと思って。スケメンってとにかく熱いじゃない。あ、そうなんですか。面って要するにチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。